大河内拓也は、日本のプロデューサー、実業家、学位は学士、NC、ジャパン株式会社所属、ドクター大名義での活動も行っている。株式会社、麻マ学ビ社長を退任後、株式会社、バンダイナムコゲームス、株式会社ブシロードでの勤務を経て、M 株式会社執行役員などを歴任した、東京都江東区出身。 東京学芸大学附属竹林小学校、中学校卒業。デジタルハリウッド大学に入学し、デジタルコミュニケーション学部にて学んだ。大学1年生にして起業するなど、起業家としても在学中から積極的に活動していた。デジタルハリウッド大学デジタルコミュニケーション学部教授の飯田和俊の門下となり、飯田のゼミに所属した。卒業制作では、 優秀作品に選出され、デジタルハリウッド大学の学長である杉山智之より表彰された。また、卒業に際し、起業した会社の社長の座を退任し、後任には同期の大久保昭人が就任した。大学卒業後は、バンダイナムコゲームスに入社。入社後は、アミューズメント協体、機動戦士、ガンダム戦場の絆などを担当。その後、 ブシロード社長の機関に孔明に見出され、ブシロード入社。同社が展開するメディアミックス企画、バンガードプロジェクトの宣伝プロデューサーに抜擢された。特にトレーディングカードゲーム、カードファイト。バンガードでは広報や宣伝だけでなく、立ち上げ時には開発の一員としても参加している。必然的に同プロジェクトに関連する番組への出演は多岐にわたり、 BS ジャパンで放送されたバンガード TV ではレギュラー出演者としてバンガードの解説を担当。同様にインターネットラジオ配信サイト響き響きラジオステーションにて配信されたカードファイト。バンガードラジオでも同様にレギュラー出演者としてバンガードの解説を担当した。両番組とも声優の吉田泉や森島修太と共演している。 2011年、トレーディングカードゲーム、モンスターコレクションの販売元がブロッコリーからブシロードに変更されることに伴い、ブシロードにてモンスターコレクションのプロデューサーに就任した。2015年、ブシロードを退社。主にイベントや動画配信番組にて、司会やゲーム解説など、ドクター王としての仕事のみ継続しつつ、以降フリープロデューサーとして活動している。 2015年、M 株式会社設立に協力。後に執行役員就任、イベントや、カズとの下座アウトキャスト放送直前スペシャルに出演。後2017年退任。2019年2月、かねてより、NC ジャパン株式会社にて、スマートフォン向け MMORPG、リネージュ M のプロジェクトプロデューサーに就任していることが発表される。ありがとうございます。